にかく一緒に遊んでくれてありがとう。この前の秋津遊戯、パイモンちゃんは負けた人に自分の願いを一つ叶えても、あの時私が願ったことは結局あなたたちは私を見つけ出したから。そうね、じゃあ私、うん、今後も君の旅路が祭りのように楽しいものでありますように。